はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、アーケード版のですね、魔界村をね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。アーケード版のね、これ、プレイステーション2のね、2のカプコンクラシックスコレクションでね、に入ってるね、作品ですね。もちろん一人プレイでね。これね、アーケード版になります。ね、こんな感じなんですよね、アーケード版ね。ファミコン版との違いはね、ファミコン版はね、このね、武器投げるのがね、2連射なんですけど、アーケード版3連射なんですよ。これだけで全然違うんですよ。もう全然、もう難易度が変わりますね。3連射なんで、もうバンバン投げれるんですよ。ファミコン版2連射なんで遅いんですよね。少ないというかね、投げるのが少ないんですよ。あ、これ松明取ったらあかんな。これ取ったらもう終わりですよ、ほとんどね。絶対勝てないんで、難しいんでね、松明の方が。なんか、おお、やしまった。音楽がなんか、このアーケード版の方はね、音楽がなんか金属音みたいな感じですよね、なんかね。金属でなんかこう、演奏してるみたいな、そういう音楽感じしますよね。金属音って感じだよね。金コンカンカンみたいなね。ギンギンですよね、ほんとね。でもこっちね、アーケード版はね、の方がファミコン版より難易度低いです、だから。若干難易度低く感じますね。倒せるかな、レッドアリーマン。レッドアリーマンもね、やっぱファミコン版よりこっちの方が弱いんですよ。若干ね。もうほら、倒せた。裸でも倒せるぐらいですからね。難易度全然違うんですよ。これでも半分ですね。次ね、ここ行けるな。渡れば半分ですね。やっぱ違うな。やっぱファミコン版とは全然違うよね。こっちの方がなんかね、ちょっと楽な気がしますね。少しね。フライングナイトね。ファミコン版のもっと難しいですからね。やっぱり、なんかね、弱いんですよね、ファミコン版。弱いというか、なんか違うんですよ。難易度が全然違うんですよ。こっちの方がね、まだちょっとスムーズにできますね。ファミコン版と比べたらね。なんかあれですよね、大魔界村のアーサーと比べると、魔界村のこのね、一作目のアーサーってなんか、短足ですよね。そんな感じしますよね。やば。やっぱりね、ウッディピックもね、こいつも厄介な敵ですよね、こいつもね。本当にね。厄介ですよ、こいつは。やばい。危ね。あー、やっぱ難しい。あかん、もう最初、前半でね、前半というかもう、この辺でね、鎧剥がされたらもう後半はクリアできないですよ、この面はね。もうやっぱ一角城をね、まで行くのにね、やっぱり鎧の状態でなるべく行かないとね、一面クリア厳しいですよ、これ。あ、どこ向いとんねん、ボケ、ほんまに。逆向いとんねん、投げてどうすんねん、ボケが、ほんまに。クソボケが、ほんまに。あ、あかん。クソ。一面クリアできなかったな、ワンコンティニューで。やっぱ違うな、難しいな。ちょっと、はよくせ。はよせよ。またもう一回やるんやから。あ、こっからコンティニューできるんや。よかった。半分からできるんや、コンティニュー。やっぱ強えなぁ、敵が。これ難易度が違うね。危な。もう確実に倒した方がいいか、こいつらは。こうやってね。その方がいい。危ね。もう出てくるな、あいつな。青いやつな。そうやな。おぉ、く
ソも一角獣ですね。こいつも強いんですよね。突っ込んでくるときあるんで、あんまり近づきすぎたら突っ込んでくるんでね、こいつね。離れて戦った方がいいんですよ、こいつは。あ、倒した。よかった。倒せましたね。これで2面ですね。これプチモンスターね。ここはこうやな。ひたすらこれね、上がっていくっていうかね、上にね。危ね。やばい。おお、危なかった。ここも出てくるんですよね。プチモンスター確か。この建物で、確か。一発出てくるんですよね。あ、しまった。あー、しまったー。これ取ったらあかんわー。アホ、ボケー。こんなん取ったらあかんやん。勝てないやん、こんなんやったら。うわー、これ一番最悪の武器ですよ、これ。これもう難易度上がるだけなんで、これ取ったらね。威力はありますけど、難易度高いんですよ。うわー、厳しいな、これ。こんな松明なんか取ってね、こう武器によって難易度が全然違うんでね、探検が一番なんですよ、このゲームは。とにかくね、やば、うわ厳しいな、これじゃ進まないな、これ多分な、厳しいですよ、こんな武器。この武器は最悪なんですよ、とにかくね。ほんと最悪な武器なんで、ほんと全然ダメですよ、こんなの。最悪ですよ、こんな武器。こんな取ったらね、絶望的ですよ、こんなの。こんなもん、あかんわ、こんなもん。あぶね。厳しいですよ、こんな武器。もう最悪ですよ、こんな。アホですよ、ほんと。ボケの武器ですから、こんな。ボケですよ。お、やばいやばい、これは無理。やっぱ無理やな。やっぱり難しいわ。まあこっからできるのはいいけどさ、これはこれまでコンテンツするね。武器までコンテンツするんですからね。うわ厳しいな。なんかこのアーサーがね、骨になる姿はね、ほんと切ないですよね。初めて見たときはね、衝撃的でしたよね、これね。切ない。あ、まだこれの方がまだいい。松明よりはマシ。こっちの方が。威力ありますしね、こっちの方がまだね。まだ松明よりはいいわ、こっちの方が。まあ、なんとかね、ちょっとこう、少し助かった気がする。うん、これだったら。貫通するからね、威力もありますしね、こっちの方がね。とにかく一角獣さ、この大男はね、離れたところから戦わなきゃね、間に合わないんですよ。あぶね、ギリギリやった今。ちょっとあれやな、近いな、下におるやつな。もうちょっとしばらくね、ある程度離れてくれんとね、戦えないんですよ。よし、いったいった。今度この下のやつね、ある程度離れてから行くと。これ尻下向いてんのは俺すげえ情けないよな。これね、このポーズすげえ情けないよね。ほんとに。まあ、この武器やからいけたような感じやな。松明やったら無理やったな、これ。ここあれですよね。ここのボス一角獣二匹いるんですよね。
だから難しいんですよ。このカラスもね、ちょっと鬱陶しいんですよ、この赤いカラスね。あれ？今乗ってなかったな。あ、しもた！何やっとんね。うわぁ、今のミスはバカやった。なんで飛び込んでんの？ボケが、ほんまに。あ、しもた！貫通するけど。まあ、貫通するから強いのは強いな。やっぱ威力もあるしね。これ情けないな、このポーズ。パンツ一丁のおっさんやからね、これね。あ、やばいやばい。危な。危なかった、今。カラスが結構ね、どこともなく現れるからな、このゲームな。やば、うわ、あっちか、あでも。危ね。危ね。危なかったな、今。おお、怖いな、こいつら。こっちから、ちょっとあれするか、2匹もいるんか、あそこ、上に。上見えないからな、あいつがいるの、大男がいるのが。よしよし、ここ壁があるんやけどね、ここにこうやって。壁、あー、くそ！上にいたか、おい。見えないのが厳しいな、これ。この次、あと一回だけやりますね。これでダメだったらもうこれで終わりにします。何回やっても同じですからね。あかん。厳しいな、意外と。あ、まだこれの方がいいわ。ノーマル的でこっちの方がいい、まだ。ノーマル的に使えるからね、こっちの方がまだね。まあ、近いな、やっぱり。近いよ、いるところが。まあ、またこっち来るんかよ、おい。はよ、こっち来いや、おい。よし、今や。上は？あ、この距離やったらいける。やば、危ね。よしよしよし。この距離やったらいける。ああ、ちょっと近づいてきたな。よし、この距離やったらいける。よしよし。よし。いや、ちょっと近い、ちょっと近いかな。ああ、ギリギリやった。やっぱりね、これの方がいいよね。エレの方がね。全然違うわ、やっぱり。カラスが嫌やな、これ。ここね、一角城2匹いるんですよ、ボスね。強いんですよね、あれが。やばい。うわ、そうそう、あれ、絶妙なとこに来るんですよね、あのカラス。だからよくやられるんですよ、あれで。あー、くそ！やっぱ難しいわ、二面は。ボスまでも行かれへんやん。ああ、あかん。全然ダメや。あんな先まであるんですよ。本当に厳しいわ。
ここもね、あれなんですよね。ほんと、難しいんですよ。あの、プチデビル、デビルのとこもね、なかなかね。あぶね。ここにも出てくるよ。なんか上上がれるなこれ。よしよしよし。うわ2匹連続で来たぞ今カラスが。うわ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 。よし今行け。やばいやばいやばい。でこれであれやな、やっとまたここ、これだけど、おお危ね。ここはジャンプせんでも越えてはいいのか。普通に降りりゃいいんや、こうやって。うん。おお、急に来るな、あれ。これ、秒もあるからね、あまりもたもたできないしね。よし。ここ先かも、あれか、ボスかな。一角以上出てきますよね、ここ。二匹。うお！そう、飛ぶんですよね、急にこいつ。一匹ずつ片付けた方がいいな、これ。絶対無理や、そうじゃないと。よし。あー、危ね！あー、くそ！ちょっと離れよう、もうちょっと。あー、秒が、秒が。秒ない。秒がない。おお、倒せた。おお、探検しかも取れた。ああ、よかったよかった。クリアできた、ギリギリ。おーと、3名やな。やっぱりね、これはいいっすよ、この。これはね、この探検はね、やっぱ一番いいんですよ。このゲームの武器の中ではね。よっと、やばい。まあ、これ、ちょっと、まあ、こいつら、はしごまで降りてこないから、はしごはまあある意味安全地帯でもあるな。おっと、やばい。あー、くそ、今わざわざ食らいに行ってたよ、俺。うわぁ。ハイヒールが出てきた。三面久しぶりにプレイするなぁ。うわ。こんなんどうやって避けるんや。ちょっとこれ3面まで行けたんでね、あともう一回やらせてもらいますね。せっかくなんで。3面まで行けることってなかなかないんでね。もう一回やらさせてもらいますね。3面はドラゴンがボスなんですよね。ボスドラゴンなんですよ。タワーモンスターも強いからな、ここにさっきいた。あれタワーモンスターなんですよ。あれ強いんですよ。よしよし、危ねえ。おお、ゾンビ結構出てくるな。こっから後半ですよね。こっから後半になります。うわ、レッドアリマできた。おお、倒せた。まあ、このゲームのレッドアリマまだ弱いからいいや。ファミコン版と比べたら。まだ弱いから。あ、ウッディピックや、うっとうしいな。こいつなんか変な、絶妙な高さに来るから嫌な、ほら。こんなん無理やんか。難しいな、やっぱり魔界村は。次元が違うね、難易度の。危ね。危なかった、今。
多分ね、アーケードのね、魔界村のレッドアリマが一番弱いですよね、シリーズでね。うん、シリーズで一番弱いレッドアリマだと思いますよ、このアーケード版の魔界あのレッドアリマはね、うん。一番弱いレッドアリマですね。あもう2回当てられたもん、これね。あ、やばい。でもこいつはくせ者や、結構、おい。おっ、危ね。目の前に急に出てきやがった、こいつ。びっくりするじゃないかよ、おい。危ね。あ、鎧鎧。これは取らないか。よしよし。あ、危ね。撃って結構うっとうしいな。うわ、もうよう出てくんな、こいつ。まあ、弱い、よ、倒せたけどね。よう出てきよるわ、もう。うわ、何匹おんねん、こいつ。おいおいおい。何匹出てくんねん、おい。下も、下降りたらええ、もう。無視したれ。これ、ドラゴン出てくんねん、これ、ボスがね。あ、ここにもいるんかい。あ、ヤシチ、ヤシチ。うわ、強いな、やっぱり。おお、倒せた。これはあれでボスですね。ドラゴンですね。おお、さすがに厳しいわ、こいつは。いやー、難しいな、3面は。まあでも、ここまで来れたら満足やな。ここまで来れたら満足ですわ、さすがにもう。なかなか来れないですからね。ファミコン版でもね、僕3面が最高なんですけど。なかなかめったに来れないんで、3面まで来るなんてね。あ、こいつ結構体力あるなぁ。あ、ダメだこりゃ。やっぱ強いな、レッドアリマーは。今一番弱いなんて言ったの取り消しますわ。強いって、やっぱ強い。うん。レッドアリマは強い。弱いっていうのはちょっとね、言い過ぎでした。やっぱり最強のね、雑魚モンスターですね。本当に。もうボス、中ボスみたいなもんですよ、本当に。厳しいな、もう。この裸の状態で戦うのは厳しいわ。おー、危ね。このファミコン版とアーケード版のね、レッドアリマのね、攻略法って、こうやって後ろ下がりながらこうやって撃つんですよね。これは有効なんですよ、割とね。有効なんですけど、まあね。それでも厳しいですからね。お、あ、鎧。あー、くそ！鎧取れんかった。ウッディピック、嫌なっちゃな、ほんまに。これでね、満足しましたけども、まあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。